続いて通告3番6番秋山実君の一般質問を行います。6番秋山実君。6番秋山です。私は、令和元年、第4回定例会におきまして、避難所トイレの質問を行いました。その際、災害時にはマンホールトイレの利用もできるという答弁がありました。そこで今定例会におきまして、マンホールトイレについての質問を行います。現在藤川町には計6カ所のマンホールトイレがあります。定型グランド南側の林の中に3基、文化ホール駐車場西側に7基、麻生小学校体育館東側に5基、地蔵館駐車場に6基、麻生中学校南側5基、道の駅モニュメント南側に4基、合計で30基あります。そしてその中で今の状況は、これら30基の状況はどうなっているのかということで資料をいただき確認を行いました。そこで括弧1の質問でありますけれど、マンホールトイレの保守について伺います。防災交通課長望月悟君。ただいまのご質問についてお答えをいたします。マンホールトイレとは、下水道管にあるマンホールの上に簡易な便座やパネルを設け、災害時において迅速にトイレ機能を確保するものであります。現在本町では TK グランド南側に3基、白馬文化ホール駐車場西側に7基、麻生中学校体育館南側に5基、麻生小学校体育館東側に5基、藤川町児童センター駐車場に6基、道の駅藤川の芝生広場南側に4基の計6カ所に30基を設置をしております。マンホールトイレの保守につきましては、藤川町児童センターでは年1回の防災訓練時に設置訓練を行っておりますが、その他では保守点検を実施していない状況でございます。このようなことから、いつ発生してもおかしくない災害に備え、各施設において日頃から点検を行い、いつでも使用できる状態にしてまいりたいと考えております。以上です。以上。秋山実君。再質問です。その鉄の蓋にはですね、重い蓋あるいは軽い蓋があります。鉄の蓋はとても重くて、2人以上でないと開閉するのはとても無理です。災害時にはその蓋の開閉をする対処ができているのか伺います。以上、防災交通課長。防災交通課長望月悟君。ただいまのご質問についてお答えをいたします。マンホールトイレの使用時につきましては、
鉄蓋を開閉する作業等がございます。マンホールトイレが設置してあります施設管理者や、その場に避難している避難者にお願いをしたいと考えております。以上です。秋山実君、開閉するにはやはり行ってみれば分かると思いますけれど、こう上げる気異音がありますよね。あれがないととても無理なんで、やっぱりそういうところを用意していただいた方がいいかと思いますけれど、再質問です。定型グラウンドの設置型について伺いたいと思います。マンホールトイレには、本館直結型、流下型、貯留型とあります。で、1日あたりの利用可能人数は96名くらいとされています。定型グラウンドの設置してあるトイレは、汲み取り型となっておりまして、この設置型は他と違い、特に注意しておく必要があると考えています。1機あたりどのくらいの使用人数で何日間使用すると業者に清掃の依頼をするのか伺いたいと思います。防災交通課長、望月悟君。ただいまのご質問にお答えをいたします。マンホールトイレの汲み取りにつきましては、1機あたり1日100人の使用人数を想定しまして、おおむね6日間で満杯になると想定をしておりまして、その後清掃を依頼することになります。以上です。秋山実君。はい、先ほども定型グラウンドのところにある設置型はですね、やはりかなり注意して見ていないと、もし本当に災害が来てそこでたくさん使うということになれば、やはり注意していく必要があると思いますので、その辺はよく保守の点検をお願いしたいと思っています。再質問です。マンホールトイレに関して準備や設営する役割分担など、保守や整備について現状ではテントの管理は防災交通課、トイレ関係は上下水道課となっていますけれど、災害の時に早急な手配が要求されます。作業手順など設置基準を作成することで時間短縮につながりスムースな手配ができるのではないかと思います。テントの設営やトイレの準備など、その設置基準について伺いたいと思います。防災交通課長、望月悟君。ただいまのご質問にお答えをいたします。災害時におきまして、マンホールトイレを使用する場合には迅速な対応が必要になると考えております。設置方法や組み立てや使用方法などを記載しました作業手順のマニュアル等を作成しまして、各施設において利用することを考えております。以上です。秋山実君。はい、私はですね、定型グラウンドに設置されているトイレは、砂に埋もれていて、そこにマンホールトイレがあるのか、とても思えないような状況でした。その他のトイレも蓋の周りに細かい砂が入っていて、点検しているとは思いませんでした。私を含め山梨県では大災害もなく、マンホールトイレの必要性が希薄になっていたのではないかと思います。今後は定期的に点検を行うなど再認識する必要があるのではないかと思います。それでは括弧2番の秋山議員、はい、質問の途中ですがここで暫時休憩します。はい、
休憩を解いて再開します。秋山稔君、はい、それでは括弧2番の質問でありますけれど、トイレの上部に設営するテントの保管や安全面など環境確保について伺います。機長、防災交通課長。防災交通課長、望月悟君。ただいまのご質問についてお答えをいたします。マンホールトイレの上部に設営するテントは便座とセットになっており、災害用トイレとして町で備蓄しております。備蓄場所のない TK グランドや備蓄されていない白馬文化ホールでの使用時には町の防災倉庫から持ち出し使用することとなります。こうしたことからマンホールトイレの設置場所の近くに災害用トイレを備蓄することは発災時の迅速な設営が可能であると考えております。また安全面につきましては、町が備蓄しております災害用トイレには入り口の施錠はできるものの、夜間使用時の照明設備がありません。今後は照明設備につきましても順次備蓄を進め、トイレ環境の確保を図ってまいりたいと考えております。以上です。秋山稔君。再質問です。テントの保管場所につきまして、定型グラウンドや、文化ホールなどには保管してあるところが確認できませんでした。こういうことで、6カ所のトイレの近くにテントを保管することで迅速に設営ができると思いますけれど、考えを伺います。先ほどは、倉庫から持っていくというふうなことをお答えになっておりましたけれど、その6カ所の近くに置いた方がいいのではないかという質問です。以上、防災交通課長。防災交通課長、望月悟君。ただいまのご質問についてお答えをいたします。災害用トイレを備蓄することにつきましては、発災時において迅速な設営が可能であると考えております。本庁の6カ所のうち、麻生小学校体育館、児童館、麻生中学校体育館、道の駅藤川には、テントなどの備品につきまして施設内には保管をされている状況でございます。TK グランドや白馬文化ホールにつきましては、先ほども答弁をさせていただきましたが、町の防災倉庫から持ち出し使用することになっております。こうしたことから、TK グランドおよび白馬文化ホールにつきましても、テントなどの保管場所につきまして、今後検討をしてまいりたいと考えております。以上です。以上。秋山稔君。はい、再質問です。災害対策基本では、災害者の心身の健康の確保、要配慮者に対する防災上の必要な措置に関する事項の実施に努めるとあります。6カ所のマンホールトイレにも高齢者要配慮者に配慮したテントが準備してあるのか伺います。機長、防災交通課長。防災交通課長、望月悟君。ただいまのご質問にお答えをいたします。現在マンホールトイレを設置しております各施設に備蓄してある災害用トイレには、要配慮者に配慮しました設備は今のところ備蓄はしておりません。以上です。以上。秋山稔君。再質問です。準備してないということでありますけれど、今後については準備する予定といいますか、計画は立てられますか、いかがでしょうか。以上、防災交通課長。防災交通課長、望月悟君。
ただいまのご質問にお答えをいたします。今後につきましては、車椅子にも対応しました、災害用トイレなど要配慮者に配慮しました設備の備蓄につきまして、計画してまいりたいと考えております。以上です。議長。秋山稔君。はい、再質問です。文化ホールや道の駅に、のところに設置してあるトイレには、段差があります。段差があって、車椅子での利用がとても困難であります。段差をなくすことなど見直しが必要だと思いますけれど、その点について伺います。防災交通課長。防災交通課長、望月悟君。ただいまのご質問にお答えをいたします。マンホールトイレ、設置箇所への災害用トイレの設営につきましては、常設のトイレが使えないような大規模な災害時が主であると考えております。こうしたことから段差の解消などにつきましては、応急的なスロープ等の設置により対応してまいりたいと考えております。以上です。議長。秋山稔君。はい、それでは再質問です。テントは昼夜間利用しなければなりません。テント内に鍵や照明器具など安全対策が必要であると思いますが、いかがでしょうか。議長。防災交通課長、望月悟君。ただいまのご質問にお答えをいたします。照明設備や鍵につきましては、先ほども答弁をさせていただきましたが、入り口の施錠はできるものの、夜間使用時の照明設備が今ない状況でございます。今後はですね、トイレ環境の確保につきましても計画して購入等備蓄を進めたいと考えております。以上です。秋山稔君。マンホールトイレを使うということはかなり の災害でないとそれを使うというような状況にはないかと思いますけれど、やはり昼夜間、利用する場合には、やはり鍵とかですね、特に夜は照明器具がないと、そこへ行って、使用するということは非常に危険もありますので、これからテントを購入する場合には、用意する場合にはですね、ぜひその辺も考えていただいて、準備していただきたいというふうに思います。それではカッコさんの質問です。テントの設営や鉄蓋の改変などは区や自主防災会に協力を要請できないということでありますけれど、災害におきましては行政は他の業務に追われまして対応できないことが想定できます。そこで区や自主防災消防団などにマンホールトイレの開閉設営などを協力を要請できないか伺います。議長。防災交通課長。防災交通課長、望月悟君。ただいまのご質問にお答えをいたします。大規模災害発生時におけるマンホールトイレへの災害用トイレの設営につきましては、施設管理者が実施するものと考えております。しかし指定避難地となる TK グランドにつきましては、マンホールトイレの保管場所がなく、常駐の施設管理者がいないため、施設に近い場所での保管所の確保と、発災時にはその場にいる人でマンホールトイレの設置に必要な役割分担を行い、設営場所の安全確認、
設備の機能確認、そして衛生的に維持管理をするための運用確認が必要となります。こうしたことから、今後は月尾根小林区と協議を行い、近い場所での保管所の検討や設営運用への協力を要請してまいりたいと考えております。以上です。秋山実君。6箇所のトイレにつきましてですね、設置されているマンホールに設置されているところで、今定型グラウンドとそこというふうに発言されましたけれど、6箇所のそこの、開閉はですね、行政で今行くようなこともちょっと発言されましたよね。ちょっと無理があるんじゃないかなと思うんですね。そこで消防団とか、自主防災とかにそこを任せてお願いはできない、要請はできないかということなんですけれど、いかがですか。以上、防災交通課長。防災交通課長、望月悟君。やはり災害時におきまして、災害用トイレを設置するためには、近い場所での保管が必要となります。今後はですね、先ほど答弁をさせていただいたところですが、月尾根小林区と協議を行いまして、設営運用への協力を要請してまいりたいと考えております。以上です。議長。秋山実君。月尾根と小林ということでなくてですね、例えば、中学校とか小学校とか道の駅とか、児童館とかありますよね。そういうところまで手回らないですよね。だからそういうところについては、消防とか自主防災会に要請して、その用意を鉄の蓋の開閉とかですね、設置を要請できないかということでありましたけれど、もしそれが無理であればですね、再質問になりますけれど、設置場所をですね、あるいは町民の方々に周知してですね、防災訓練などを通じて、住民自ら鉄の蓋の開閉やテントを設営することまでを担えるようにですね、することが、望ましいのではないかと思いますけれど、今言った町民の皆さんに協力してもらって、それで開閉設営はできないかということでありますけれど、いかがでしょうか。議長、防災交通課長。防災交通課長、望月悟君。ただいまのご質問につきましてお答えをさせてもらいます。マンホールトイレの設置場所につきましては、町広報等により周知してまいりたいと考えております。また地域の皆様の協力が得られたときには、地区防災訓練等において鉄蓋の開閉および防災用トイレの設営また運用の訓練も実施していただきたいと考えております。以上です。秋山実君。はい、分かりました。それでは括弧4に入りますけれど、災害防災対策に市町村は災害を、応急対策として必要に応じマンホールトイレを早急に設置するものとされていると。で、地域防災計画に位置づけて取り組むべき事項の一つとなっておりますというふうにあります。そこで括弧4の質問でありますけれど、マンホールトイレの今後の設置計画について伺います。議長、防災交通課長。防災交通課長、望月悟君。ただいまのご質問にお答えをいたします。災害対策基本法に基づく中央防災会議が作成する防災基本計画では、市町村は避難所の生活環境を確保するため、必要に応じ仮設トイレやマンホールトイレを早期に設置することなどが定められております。また、
マンホールトイレは災害時において普段利用している水洗トイレに近い環境を迅速に確保できる特徴があることから避難所などでの整備が進んでおります。こうした中、本庁ではマンホールトイレ設置計画は策定しておりませんが、国土交通省が提唱しているマンホールトイレ整備運用のためのガイドラインに基づき、避難所となっている施設の建て替えや改修工事の際にはマンホールトイレの設置を検討してまいりたいと考えております。以上です。秋山稔君。再質問です。旧マスホには6カ所あります。しかし梶川沢地区にはマンホールトイレの設置は現在ないというふうに伺っています。今後同地域で必要とされる避難所に要望が設置の要望があった場合を伺いたいと思います。防災交通課長、望月悟君。ただいまのご質問にお答えをいたします。避難所にマンホールトイレを設置したいという地域からの要望があった場合にはですね、避難所と関係する施設管理者と協議を行い、マンホールトイレの設置につきまして検討してまいりたいと考えております。以上です。以上。秋山稔君。はい、以上で質問終わりますけれど、高齢者や障害者、特に配慮を要する一人一人の避難方法などを事前に決めておく個別避難計画の作成が努力義務として求められています。避難所における生活環境の良好に努めるなど、災害時には行政と町民が協力し合い、減災や復旧に取り組むことが何よりも大切であるかと思います。以上で終わります。以上で通告3番、6番、秋山稔君の一般質問を。